おはようございます。す。塾の久保です、まあ、今日からね、何回かに分けて、ちょっと YouTube のことを話していこうかなと思います。まあ、というのがね、私の YouTube メインチャンネル、1万4000人以上いるチャンネルなんですけども、まあ、ご存知のように制限を受けてましてですね、今日と明日はまだメインチャンネルに動けないんですよ。で、サブチャンネルからお送りしてるんですが、まあ、これを機会にね、YouTube のことをもう一回一から見直してみようかなと思って、ちょっと溜めていた コンテンツがあるんですよね。まあ正式には商品化して出すんですけども、今日はそのね、ちょっと見をしていこうかなと思います。で、第1話。だからあなたは1000人未満ってやつですよね。YouTube のチャンネルってのは、一つの基準がチャンネル登録1000人っていうことなんですよ。チャンネル登録が1000人くらいないとなかなかねあの、気づいていただける動画には育たないと思いますんで、まずは身近な人に自分の動画を見ていただくってことが大事になってくるんではないかろうかと思います。で、まあこれはね、 1000人を目指せば1000人にはなるんですよ。チャンネル登録1000人を実現する方法を取れば1000人には向かうんですよね。で、自己流で勝手にやってると相当運が良くない限りは1000人を突破しません。で、おかげさまで私のサブチャンネルも500人まではもうちょっとになってきましたね。まあでもこういうふうにね、ある意味ね、2週間でどのぐらい増えるかなってことを考えたら、私の場合チャンネルがサブになって明日で2週間なんですけどね。 2週間でどのぐらいチャンネルの登録者が増やせるかなっていうと、まあ本当にね、10人とか20人ぐらいが、まあ、妥当なのかなと思いますけども、急速に1000人にしたければ、やっぱり1週間で100人ぐらい、ね。そしたら10週間で1000人ですからね。それでも10週間かかるわけですね。3ヶ月ぐらいかかるんですよね。はい。まあ何にしても今日はね、YouTube 第1話、だからあなたは1000人未満ということでお届けしようと思います。 まずその原因の一つとして、まあ、ニーズのないジャ,ンルジャンルで投稿してるからじゃないかなって疑った方がいいと思うんですよ。ジャンルによってはね、面白いやつとか、迷惑系とか、びっくり系とか、ノウハウ系とか、ライブみたいな様々ありますけども、まあ、ニーズのあるジャンルを選んだ方がいいかなと思います。お、しげみさんおはようございます。これは皆さんが人に会話をするときも同じで、目の前の人が興味があることとか、それからね、逆に 興味はなかったんだけども、新しいネタとしてね、興味を持ってもらえそうな新ネタでお話しすると、聞いてもらえるチャンスっての増えますよね。でも、その人が知ってることとか、ありふれた表現を用いてしまえば、あそれ、また同じ話してるじゃんとか言って嫌がられちゃったりね。なんか、言ってることの意味がわかりませんとか言って、あまりにもかけ離れたことを話しちゃうと、分かってもらえなかったりしますよね。目の前の人が何に興味があるか。例えば、 17歳とか18歳の男の子や女の子だったら、恋愛とか将来とか就職とか進学、受験に興味がある可能性が非常に高いです、ね。部活に入ってる人は、その何部に入ってるっていうことが分かれば、そのことについてお話しすると興味を持ってもらえる可能性が高いです。でも、10歳の少年に株や FX 取引のことをお話しても、まあ分かってもらえないと思うんですよ。 つまりは相手のののここととをどのぐらいい考えてててるかっっが会話の中身になってきます。で私の YouTube チャンネルはお金の問題解決に関することをお話しすることが圧倒的に多いんですけどもその一つとして FX 投資があったりその一つとしてネットワークビジネスがあったりその一つとして今回みたいな YouTube を有益に使っていく方法っていうのがありますので私の放送は基本的に全てがお金に関わってきます。 お金の問題解決をしたい人っていうのは、おそらく10人中10人ぐらいいると思いますので、うん、ですんでね、ニーズのあるジャンルで放送してるからこそメインチャンネルが1万人を突破したんではないかなと思ってますね。で、私がね、ヒカキンさんみたいな面白い動画を編集して作ったりすると、多分私ではね、多分そのキャラクターに合わないんじゃないかなと思いますんで、ですんでね、ニーズのあるジャンルだといっても、私が演じれないジャンルもあるんですよ。まあその関係も大事ですよね。 じゃあですね、ニーズのないジャンルで投稿してるんではなかろうかと YouTube をやってる方は自分のチャンネルを疑ってほしいなというふうにお話ししましたけども、じゃあニーズのあるジャンルって何ですかってこと。これ繰り返し申し上げてますけども、YouTube でニーズのあるジャンルってのは、そっかじくで言うなら恋愛のジャンル、仕事のジャンル、そしてお金のジャンル、健康のジャンルの4つだと思われます。いかがですかお金や健康、仕事、恋愛。皆さん興味ありますよね その他にも、例えばスポーツとか、趣味とか、釣りとか、興味があることはあると思いますけども、非常にそれはね、当たる可能性が低いんですよ。ただ、趣味のジャンルとか、スポーツや野球で動画をまとめると、ファンは少ないけども、濃い関係が作れますえ。そしてですね、今お話した恋愛、仕事、お金、健康、4つのジャンルなんですけども、さらにこの一つ一つを細分化して、チャンネルのテーマを一点集中することによって、 ファンとの関係がさらに深まるってことになります。スポーツというものを扱うんじゃなくて、野球。野球という中でも高校野球。高校野球の中でもその先方、戦術、もしくは珍プレーコープレーにフォーカスした方が、受け取る人が求めやすいってことなんですよね。だから、果物ですよって言ってやおやをやるんじゃなくて、りんごの専門店ですってやると、りんごにこだわる人が集まってくるんですよ。で、みかんに興味のある人は来ないんですよ。こういうふうに、 発信することによって、自分のファンをこっちで発信する人が選んでるとも言えますよね。ワンハウスさん、どうもおはようございます。今日もワンワンでございます、はいまあ。例えばね、お金っていうテーマに決めた後、お金の稼ぎ方なのか、税金に関してなのか、っていうふうに分けることもできますし、お金の稼ぎ方を選んだとしても、お金の稼ぎ方の中でも、スマホでできるビジネスなのか、投資関係なのか、 そして投資の中でも株なのか FX なのか暗号通貨なのかこういうふうにどん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 細かく細かくジャンルを分けていくことによってさらに専門的なチャンネルができるわけなんですよ例えば FX に自分のチャンネルをテーマインしたところで FX を放送しているライバルっていうのいるわけなんですよねそのライバルの中で独特な差別化を出すためには FX の中でも基礎用語解説なのか FX の戦術とか勝ち方の紹介なのか、もしくは実際の取引画面を見せていくチャンネルですよってやるのか、稼いだ人とか破産した人、もしくは有名トレーダーをこういうふうな人にフォーカスした FX のチャンネルなのか、ね、同じ FX って,ってもいろんなジャンルに分けることができるんですよ。で、どこに焦点を当てることを決めるかっていうのが、ジャンルチャンネルテーマの絞り込みというんですよね。だから、 ジャンルを決めましょうって言っても、ここまで考えてジャンルを決めると、他のチャンネルにはないオリジナルな味が出せるってことになります。お、よしみさんどうもおはようございます。メッセージが撤回されちゃいましたけど、またメッセージ送ってください。はい。ということでね、ジャンルって一言で言っても、あ、そこまで絞り込むのがジャンルなんだってことがお分かりいただけたと思います。ね、子育てジャンルの中にもね、いろんなパターンがありますよ。子育てっていうのにしても。 一般的な子育てっていうと、20代、30代の方が、まあね、1歳から2歳のお子さんを育てるみたいなところをイメージしますけども、なんのことはない。私みたいな年齢でも初めての子供を持つみたいなね、50歳差の子育てってのもあるわけですよ。そうすると、私は情報収集するに、50歳前後の人が初めて子供を持った。しかも、パパがやってるパパ活みたいなのがなかなかないんですよ。まあですんで、あ、ないんだったら自分でやろうかなと思って、少しですけどね。 パパ活ってい形っていうとね、なんかあの、若い女の子と50代ぐらいのおっさんがなんかね、お金で援助交際してるみたいなイメージになりますけども、そこにもかけてるんですよ。前、まあ、パパ活なんだこいつと思ったら、あパパの活動なんだ。健全じゃんみたいな感じでね、オチがあるみたいな。お、あやさちゃんおはようございます。どうもどうも。え、雨なんですか、今日。あ、もしかしたら私のお町も雨かもしれないですね。あやさちゃんちのところどうです雨ですか、東京は。 フェイスブックの記事も見させてもらいました。記事っていうかね、あの、タイトルだけちょっと見たんですけどね。うん、ママをこうね、やめますみたいな感じとかね、ありましたけどね。ちょっと後でまた深掘りさして、えー、内容の方を見させてもらいますけども。ちょっとね、タイトルだけばーっと流し見したんで、その中にアイサちゃんのもあったかなって感じなんですけどね。はいまあ、昨日の動画も <laughs> 拝見しました。<laughs> なんか、毎日アイサちゃんを見てるというね、私も <laughs>。 あの数百のアクセスの中の1は私なんですよっていうことです。なんかね、聞きながらね、洗濯物干したり、家事がしやすいんですよ。なんかしないけど。<laughs> なんか隣でなんかねあの、話し相手がいるみたいな感じで、非常に安心するんですよね。はい。で、えっと、YouTube で活動するときに、チャンネル登録1000人を目指そうとするなら、やっぱりね、これをやってほしいっていうのが2点目。ジャンルを選んだら、サムネイルは絶対作った方がいいんですよ。 サムネイルを作っていないっていうのは、そこそこチャンネルが安定してきたらそれでもいいんですけども、やっぱサムネイルはちゃんと作った方が、新規の方にクリックしてもらいやすいんですよ。クリックするかどうかは、サムネイルが気に入られるかどうかなんですよね。まあ、ですんで、サムネイルってのは、視聴者様とのお見合いになってきます。え、なんでと思わせるような画面とか、文字の組み合わせを作っていくとかね。つまりは、プロフィールを充実させたりとか、 お見合いの時の顔写真をかっこよくするみたいな感じですよね。あと、目立つデザインとか色使いもちゃんとサムネイルには取り込んだ方がいいですし、場合によってはデザイナーさんに頼んだりとかね、デザイナーを目指す場数が欲しい人にタダでやらせてあげたりとかね、するといいと思います。で、サムネイルには結論を早く知りたいと思わせるインパクトも必要になってきますので、サムネイル非常に重要になってきます。タイトルで検索の有利なところに Google に持ってきていただいて、そして、 人前に触れた時にサムネイルでクリックするかどうかが決まります。この二つを突破することによって再生数が上がったり自分の動画が拡散されやすくなったりするんですよ。その後に内容ですね。内容はね、結局クリックされないと知らせることができませんから内容がどんなに良くてもサムネイルが悪ければ再生されずに貴重な動画が闇に埋もれるんですよね。まあですんでね、サムネイル9割。 ぐらいで考えた方がいいです。まあ、もっとサムネイルとタイトルが9割ですね。内容は1割ぐらいの重要性なんですよ。はい。え、ノクさん、おはようございます。ね。銀行口座作るの難しいですよね。はい、朝さちゃん、一応雨は止んだのですが、今日は遠足あるかどうか。そうなんですよ。おかげさまでね、ヤマト君の遠足はあったんですけども、で、遠足が終わってから曇り出したんですよ。汗だくんになってやってましたね、ヤマト君ね。面白かった、すごく。感激しました。うん。 はい、愛さちゃん。でもママを辞めたので、ぶっちゃけ何もしたくありません。あ、なるほどね。うん。そうなんだよね。なんかね。まあ、私はまだね、新人なんで、<laughs> パパを辞めたいと思ってはいないんですけども。でもなんかね、あの、まあ確かにね、山とくんと一緒に過ごすのも楽しいんですけども、 山戸くんがいなかったら今何してるんだろうなってことも考えますね。あ、おかえりさんどうもおはようございます。おかえりさんもね、二人のお子さんを育て上げ、今50代で新しいステージに立ってらっしゃる。まあ、人生何が起こるかわかんないですね。私よりも先のちょっと未来におかえりさんはいらっしゃって、子育てって言うと、あやさあちゃんもおかえりさんも、子育てっていうことで言うと私よりも随分先を歩いてるなっていうところですね。お アイカさんおはようございます。ママカツどんづまりです。うん、ママカツね。まあ、パパカツもね、結構ね、あの、あんまり、あの、やってる人がいないんで、私なりにね、<laughs> どんづまりというか、手探りなんですけども。ママカツね。ママカツ。ママカツどうでしょうか、皆さん。あの、まだ、あ、よかったらコメント欄で、えー、よろしくお願いします。お、清美さんだ。おはようございます。昨夜は久しぶりに体調不良で大変でした。そうなんですか。 愛イちゃんは遠足あるかなたまには現実逃避したこともあるよねと。興味さんのお店が昨日はなかったんで、私はね、あの、マナグラの方のね、駅屋っていうところがあるんですけども、私の町に。バースデーっていうね、島村系のベビー関連グッズのお店に行って、水筒を買ってきました。で、アンパンマンの水筒を買って、大和にプレゼントしたんですけども、なんかいろいろおもちゃをね、お店で欲しがりましたね。 うん、だからまあ、一つ二つ買ってあげたというところでございますけどね。はい、えー、ノクさん。あ、返信動画もありがとうございます。いやいや、銀行口座解説の動画は意外と少ない。しかし起業すると通る道なので、それなりに人気あるジャンルです。多分これロングテールになるんですよね。法人用銀行口座に関しての動画っていうのはね。うん、私もそれを意識してちょっとね、法人口座のエピソードいろいろと話していこうかなって気になりましたね。 あの、今のところは優秀銀行はすんなり作れたと私は思っています。様々な銀行にアプローチして全部断られた結果、優秀銀行に行ったら、優秀銀行はスッと通りましたね。一番簡単なんじゃないですか。デメリットとしては、あの、170万だったかな年間の決済金額。1700万だったかな上限が結構ね、すぐ来るんですよ。だから、小さい売上げ。1000万前後だったら優秀銀行でいいんじゃないかなと思います。例えば一人企業みたいなやつはね。 で大企業にしようと思ったら、うん、それなりに実績を積んでいかないといけないんで、銀行口座開設はちょっと遅れるかもしれないですね。うん。だからそこら辺ちょっと矛盾をはらんでるんですよ。だって、法人活動のためには銀行口座が必須なのに、法人活動がなければ銀行口座作れませんってことになっちゃうと、じゃあ、売上ゼロ、仕入れゼロで、法人運営を半年とか1年やっといて、その実績を持って銀行口座くださいっていう申請を出さないといけないのかなってことになっちゃうんですよね。 まあでも実際には、何の活動もしてない法人に、どーん口座が作られる例も多いですし、真面目にやっているう法人が子会社を作っても、法人口座作られなかったりとかね、私の例はそれですからね。いや、ずっと法人を運営してきて、ちゃんと決算も10期も通してるのに、じゃあ関連会社作ろうと思ったら口座作れません、ね。<laughs> 私の会社の信用がないのかもしれませんけど <laughs>。 はい、えー、清美さん、バースで知ってます。子供用品たくさんあります。楽しいんですよね、あそこはね。ノクさん、動画でも語っていますが、年々厳しくなっています、法人口座。だから、新しい法人作ること、あまり推奨されてないとするとね、宗教法人が売買されてるみたいに、法人口座も売買されちゃうっていう、ね、休眠口座がね、取引に使われちゃうとかね。だって法人口座って、法人の代表格変えれば、それこそ個人よりも簡単に法人口座って売買できちゃいますからね。なんかそんなこと、 金融庁も気づいてやってるのかそれとも、不治なのなのかどうなんでしょうか愛イサちゃん、清美さん、朝まで雨だったので、遊ぶ公園はびちゃびちゃですね。中止かなでも、給食ないから弁当作らないとな。弁当か。私、弁当はね、ちょっと作ったんですけども、大抵弁当ってもう今買うパターンですね。うん、なんかね、うん、なんか僕作った方がいろいろいいのかなと思いますけども、 反面ね、弁当を作った方がいいっていうのは、もしかしたら昭和の私みたいな世代の価値観なのかなと思うんですよ。で、実際遠足行ったら、あのコンビニで買ってきたおにぎりとか、スーパーで持ってきたあのお弁当で、まあ、半分くらいは占められてました。その、私の場合の遠足会場は。20代ぐらいのお母さんとか、お父さんとか、まあ、それでね、食べてましたね。 だから弁当をきっちり作っていく時ときと、そうじゃない時ときと、別にどっちもそんなに差はないっていうふうになってくるのかなって気がするんですよ。うん。まあ実際私もね、お弁当ね、普段マトくんの作ってないですから。弁当を契約して作ってもらってるんですよ。じゃあそれに愛情が込められてないかって言ったら別に愛情ありますからね。で、弁当を作るときもありますね。うん。この辺だから、どうなんでしょうね。私の価値観としてはね。 作ってきた弁当で、なんかこう張り合いたいってところあるんですけども、そんな時代じゃないんでしょうね、きっとね。<laughs> あ、卵焼きが入ってるとかね、タコさんウィンナーだみたいな、その関わりがあって、子供たちがなんか、お弁当の時間楽しみにするみたいなところが、私の時代はあったんですよ。お弁当のお,おかず交換とかね。先生もなんなら推奨してましたからね。お弁当のおかず交換しようかみたいなことやってましたけども、今はいろんな問題がそれで起きるんでしょう。まあ時代が変わったというのか、価値観が変わったというのか。 まあ戦後間もない時代ですから、私の生きていた時代っていうのは。本当オーバーじゃなくてね。昭和47年生まれですからね。戦争が終わって30年経ってない時に私生まれてるんですよ。でも今、30年前振り返ってみてください。ね、バブルの時代とか、それが終わった後、Windows が出た頃ですよ、95が。なんか最近みたいな気がするでしょ。だから、戦後30年って言っても、最近みたいな感覚で多くの人が高度経済成長を過ごしてたんでしょうね。 で、私が幼い頃も、なんですかね、なんかケロイドを作った人がランニングで野球とかやってましたからね、おじさんとかが。あ、これ昔な、なんか爆弾落ちてやけどしたんよとか言ってましたからね、くったくなく。<laughs> で、バラックの家作りも全然あったんだよね。バラック通りってあったんですよ。それこそ、あの、なんですかね、電車のね、JR、当時は国鉄ですけど、国鉄の高架下に勝手に家作って不法占拠して、そこで暮らしてる人がとってもいい人みたいなね。 おいでとか言って、お菓子あげるよとかね。<laughs> だから、なんか、公園でマ雀ンしてる人がいたりとかね。<laughs> もう、だから、日本全国、西成区みたいな感じだったんですよ。うん、懐かしい。えー、っと、あやさちゃん、うちのお弁当は半分冷凍食品です。ですよね。だって、今ね、作るものって減ってると思うんですよ。何作るだろう。だって、ハンバーグ、お弁当に入れるのに、ハンバーグ作りますかって。私の時代でも、すでにハンバーグはマルシンの、 なんかこうフライパンで揚げるだけみたいなねとてもじゃないけど肉こねてませんからねだから私の時でもはんあのお弁当っていうのは手作りと言いながらあのなんですかね簡易食品が混ざっているって感じでしただってウインナーだって別に肉とかはこねないでしょウインナーってものがあって温めたら終わりみたいなねフライパンで温めたら終わりが電子レンジで温めたら終わりになってきてさらに進化して弁当に詰めておいたら昼頃に勝手に溶けてますよみたいなあんな作りになってますからね はい、添加物まみれでございます健康な添加物も多いですから。添加物っていうのが全部ダメってわけじゃないですからね。そもそも添加物を取らずに生活することはもうできません。添加物を取ってるから人間は寿命が伸びたっていう研究結果もあるぐらいなんで、添加物がない時代っていうのは食中毒で死ぬ方が多かったですからね。だからそういう歴史的な事実を見ると、添加物が人間を殺してるんじゃなくて、添加物が人間を生かしてるっていう事実は大筋ではあるんですよ、実は。平均寿命が伸びたのはなぜかっていうと、 食べ物が保存ができるようになったから、だから飢えて死ぬリスクが減ったんですよね。じゃあ、保存ができる。なんで保存ができるようになったのこれは人工添加物のおかげです。自然添加物ではできなかったことが人工添加物によってできるようになって、実は寿命が伸びて、そして一人一人の健康状態によって有益な添加物と有益じゃない添加物が住み分けられるようになってきたんですよ。ただ、添加物は全部ダメって言われる人は一生懸命ね、自然食品、健康食品。 あの、何ですかね。無添加の食品探しますけども、無添加の食品は添加物を取り込んだ動物や植物でできてるってことは忘れてますね。ほとんどの食べ物を作るための資料、肥料っていうのは添加物まみれのもので、家畜に食わしたり、畑にまいたりしてますからね。どこまで行っても私たちはね、添加物から逃れられないんで、じゃあ、有益な添加物と無益な添加物と有効な添加物。 いろいろと分けて考えないといけないかなってことかなもしれませんね。まあ、半分宗教みたいな感じになってますね、この辺はね。うん、気にせずにおいしく食べましょう。どうせ不老不死じゃいられませんかというのが私の結論でございます。はい、清水さん、どちらにしてもすることあるね、あやさちゃん。もう、手が抜けるときは、まず自分の体調や精神メンタルも大事だと思うよと。はい。はい、ノクさん、昭和のおじさんです、私たちは。堂々と昭和のおじさんでいきましょうよ。だって昭和のおじさんだもん。無理にね、平成ぶったり、令和ぶったりしても、ボロが出るだけなんで。 貴重な昭和の存在です。昭和の生き証人ですよ。昭和40年代まで。かかってこいみたいな感じですよ。努力と根性、大和魂。やればできる。ダメでもやるだけ。ね。男には負けると分かっていても戦わなければならない時があるみたいなね。そんな不条理なことを突っ走るのが昭和の人間ですよ。負けてたまるかみたいなね。<laughs> 自信はないけどやってみます。もう昭和の魂そのものでしょ。何の打算も計算もなく突っ走るだけですよ。私たちは。 マキユクサも大いに笑って戦ってやりますよ <laughs>、うん。もう真っ向、私は昭和で生きていきますからね。はい。あイさちゃん、清美さん、休める日はママはやめます。なんだか昨日は惨みめみな思いをしました。うん、そっか。うん。そうですよね。なんかいろいろ思うところありますね。今ね、私ね、ある方のね、ツイッターを取り上げてね、動画化してるわけなんですけども、その方とのさっきメッセージもやり取りしたんですけどもね。 ロスゼネ世代って一括りにしても、まあ様々な見方があったり、うん。わあこれちょっと長くなりそうなんでやめておきましょうか。ちょっと今日の本題に戻らせてもらいます。YouTube でチャンネル登録1000人を突破するための3つ目のポイントなんですけども、タイトルなんですよね。タイトルに根拠がないと、これはね、あの SEO 的にものすごく不利なんで、タイトルは狙ってつけないといけないんですよね。 トレンドキーワードなんてのが代表的なものですけども人名を使ったりとかねそれから他の,あの人気な YouTuber さんとかアクセスの高いブログのタイトルをそのままパクっていくっていうのも効果があります例えばね去年の今頃でしたら給付金っていう10万円給付金っていうタイトルで動画を乱発したらやっぱりねアクセスは高くなったんですよ多くの人の関心が寄せられてきたことと給付金そろそろ出る,出るかもっていう風なねあのいわゆるオールドメディア 一般メディアの放送もクロスマッチしたからでしょうね。だから人気が出たら自分発信でそれがアクセスの震源地になることはありますけどもまあ私たちとかねチャンネル登録1000人いってない人がやるとしたらすでにアクセスの高くなったものを後追いで追いかけていくっていう形が一番いいでしょうね。その最も 単純なものがタイトルで振り上げられるってことなんで、タイトルに根拠を作りましょうということです。タイトルっていうのは視聴者に見せるっていう意味よりも、検索で選ばせるためのものなんで、Google を意識する必要があるんですよ。逆に言うと Google 以外は意識する必要がない。トレンド戦略。Google で上位検索されているキーワードをとにかく選んでいくことによって、その動画は表示されやすくなるってことです。表示されやすくなったら、あとはサムネイルによって、 視聴者さんがクリックするかどうかの勝負になってきます。あともう一つね、タイトルに対してなんですけども、ロングテール戦略っていうのがあります。これは短期間ではアクセスが集まらないけども、5年10年かけて高いアクセスを掘っていくってやつです。例えばバレンタインみたいなね、クリスマスとかね、1年中は検索されないんだけども、ある特定の瞬間には毎年必ず検索されるキーワードっていうのがあるんですよ。で、これは数年後も検索されるっていうことを、 読み込んで瞬発力はないけども継続力があるロングテールという形でタイトルつけますね。コピペの方法なんていう動画もね、いいと思いますよ。延々とコピペってのは、あの、パソコンを始めたばかりの方が検索すると思います、ね、はい、えー、ノクさん。結構好きですよ、昭和気質。現代に受け入れられるかは微妙ですから。あの、やっぱりね、現代は平成とか令和の価値観で、 世の中っていうのは主導権を握ってますんで、受け入れられはしないでしょうけども、でも、やっぱりね、昭和生まれの方がまだ多いですから、昭和のメッセージを伝えると、開古主義と言いますかね、あの頃は良かったなーっていう思いに駆られた40代以上の方が、一定のアクセスを、関心を持ってくれるでしょうね。まあ、あの、昭和の価値観というとね、未来少年コナンなんてのは、未だに再生されてますしね。未だに DVD 売れてますからね。結局、あれでしょ 懐かしのアニメとか言ったら、アルプスの少女ハイジが必ず出てくるでしょ。あの同じシーンが何回何回何回再生されたことでしょ。もう宮たわっていうところだけど、また見ちゃうとかね。あとあれでしょバルスとかみたいなね。あれは平成かもしれませんけども、天空の城ラピュタってやつも未だに再生されてますね。まあ私の頭の中ではね、なんで福祉主義の有名ナディアがやらないんだっていう文句があります。えっ、ー、と、あやさちゃん。昭和50年代の私はヘナチョコです。 確か昭和50年代っていう本も出てたなあ、環境人さんおはようございます。えっ、ー、清水さん、あいさあちゃん、避難チョコの時もあります。それでも大丈夫だよ。みんな完璧な時ばかりはないんだから。まあ逆に言うと完璧な瞬間は誰にも訪れないですよね、きっとね。うん。だから目指すものは、3割ぐらいでいいんじゃないかなと思います、ね、私の感覚だとね、バッターボックスに入って3割打てたら、もうね、あの、名打者なんですよ。だからやったことの2割ぐらいで、まあいいのかなと。 空振りの方が多いですからね。この1年間ね、山戸くんといろいろやってきたんですけども、ほとんど身になってないですね。でも、ほとんど身になってないことが、一部の身になってることを支えてるのかなと思います。というのが、何がどういうふうに1年後になるかわかんないけども、たくさんやっておかないと、その中の一部しか当たらないわけですから、百発百中じゃないですからね。だからもっともっとやっていないと、もっともっとできなかったんだろうな、と思います。 つまり、未だにね、歯磨きはね、ヤマトんね、できないんですよ。で、哺乳瓶をやっぱ使うことが未だに多いんですよ。で、昨日ね、水筒買ってきたんですけども、水筒飲みだとあんまり飲まないんですよね。だから、そう考えると、あの、だいぶ遅れてるところあると思うんですよ。ヤマトんはね、進んでることもありますけども。でも、私がね、あんまりオーバーに考えてないのは、さすがにね、おむつがね、10歳まで取れなかったら心配しちゃいますけども、 まあ5歳までには、まあ言っても取れるでしょう。5歳までには、まあコップで飲むでしょうしね。5歳までには歯磨きするでしょうっていう大きく構えてるんですよね。だからあんまり親のね、考えてる進捗状況をご利用しないことかなと。まあ究極的にはね、何が起きても心配するのは俺がついてるみたいな感じで子育てしていこうかなと思いますね。<laughs> 俺がついてるから、お前どこにも行くな。俺のところにいろみたいな感じですね。 はい、あさちゃん。ママ活はしばらく積極的にやられるようにします。疲れちゃいました。うん、なるほど。そっか。子供もいつまでも子供じゃないかもしれないですね。どうなんだろうね。うん、なんかね、結局、まあ私もお父さんやってますけども、なんか一回きりしかできないんですよね。山本くんが10歳ぐらいになったらもう私を必要としないでしょうし、二十歳になったら、 他人よりもめんどくさい相手でしょうね、私はね。まあその頃に私いないと思いますけど大和くん君がね、20代の頃に私多分いないんですよね。30代ではまあいないでしょうね。大和く君が30代だと私も80歳なんで、もう死んでるよね、とっくに。もしかしたら大和く君が20代の時に、ヤングケアラーを指すかもしれないんですよで。そうなったら、まあ私はちょっと自発的にね、この世を去ろうかと思いますけどもね。だからそう考えていくと本当にね、付き合い短いんですよね、私は自分の息子と自分の家族とは。 うん、寂しいな。一 <laughs> 日一日一緒にいる時間は長いんですけどもね、一緒にいる期間は短いですね、私はね。でも20代で親になるって経験をしないと、お20代で家族を持たないと、まあ、それはそれでいろいろあるんでしょうけども、いやー、なんかね、今順調にいってるんで、ほんとラッキーですけども、例えば50で私みたいに家庭を持ってね、家を持って、ダメだと思って崩壊したら、もうこれで人生終わりですからね、取り返しがつかないですよね。 そういう意味で言うと、こんな年寄りによくね、奥さんが付き合ってくれてるなっていうところもありますよね。若い人生を、もう20も離れた私にね、飛び込んできてくれてね、まあ17ですけどそういう意味で言うと、年の差恋愛はちょっと誇らしいところもありますけども、一定の申し訳なさはあるな。大和くんからしてもおじいちゃんみたいなのがパパですからね。だから余計にね、若いもんには負けんでって昭和根性出るわけですよ。 もう20代の誰よりもアクティブに、20代の誰よりも稼いで、20代の誰よりも身を張ってやりますからね。<laughs> もうね。もう運動会とか事業参加は勝負の場ですよ。みんな若いです。でも、俺みたいなじじいにお前ら負けてるぞ、みたいなね。そのぐらいの虚勢は張ってやろうかと思いますね。えー、ノクさん。新世紀アニメ。新世紀アニソンは昭和とはだいぶ違う。宇宙船が山とも新作は女性キャラ。 多めアニメによっては主人公以外ほぼ女性とか現実ではありえない、うん。だからあれでしょうね多分テクノロジーが進化してもはや男の職場っていうのは男性でも女性でもテクノロジーがそれを補完してどっちもやってくれるようになったからっていうのはあるかもしれませんしあと男性がやるポジションっていうのがもしかしたらねテクノロジーを支えるっていう裏方に回ってきて第一線で働く人っていうのは。 例えば戦艦に乗る女性っていうのはあの増えていったのかもしれないですね、将来的に。うん、でもね、もっと考えたら宇宙戦艦のとのリメイクとかありますけども、なんか宇宙戦艦に人が乗り込むっていう発想が昭和なんですよ、すでに。だって、無人ドローンって今あるわけじゃないですか。無人でこう偵察して、無人で敵を発見して、無人で情報収集して、データを送りながら攻撃までしてくれて、最後は証拠隠滅のために自爆までしてくれるんですよ、今。<laughs> ってことはね、 銀河雄伝説みたいな未来の話なのに未だに宇宙戦艦に人が乗ってね、こうやって機械操作してるっていうのは、やらいそこだけ現実的だなと思うんですよ。全部無人艦隊でいいと思うんですよね。<laughs> まあでもそうなると面白くないです。よドラマになんないですからね。なんか無人宇宙戦艦ヤマトとかね、無人機動戦士ガンダムとかね、そこに人間ドラマ全くなくって、無機質なロボットが戦って終わりとか、<laughs> 何のドラマも生まれないですよね。<laughs> まあだ,だから結局、 アニメーションの中では、あの、第一次世界大戦とかね、第二次世界大戦みたいな、肉弾戦をテクノロジーを使いながらやるみたいな、このアンバランスなね、まさに昭和のアニメが未だに続いてるってとこじゃないですか。ただ、未来の戦争ってね、今でもそうですけども、無人対無人になると思いますよ。で、誰も住んでない惑星とか、誰もいない宇宙空間で、なんか機械だけが戦ってね、で、どっちかが全滅して勝敗が決まるみたいな。だったら最初からじゃんけんでいいじゃねえか、みたいなね。 結局戦争はお互いに無力化して終わるみたいなそれが戦争の行き着く先じゃないかなと思いますねだからそういう戦闘の場では核兵器もバンバン使われるんですよ誰一人死なないんでだから今はねだからそれが切り替わる時なんでもしかしたら人類一丁上がりになっちゃうかもしれないかなっていうところじゃないかなと思いますねまあ私のなんかねあのアニメを見ながら思う解釈はそれなんですよ なんで人間が乗ってるんやみたいなね。なんでターミネーターが乗ってないんだみたいなね <laughs>、思いますけどね。えっ、ー、と、はい。えっ、ー、と、キョミさん、先生は大丈夫だわ。100歳までバリバリでいてください。100歳ね。なんか、そこを目指すんですけどもね。現実、70、80で人生が終わるっていうふうに覚悟した方が、なんかいろいろとね、あの、侮らずに済むかなと思いますよね。結果的に100まで行くと思うんですけどね。こういった憎まれものはね、世にはばかりますから。 アイちゃん、10歳過ぎてもママ、ママって赤ちゃんみたいでもう少し子育てを手放したいです。うん、そうだなぁ。どうなんですかね、これは。やっぱ子供って育ち方なのか、育て方なのかな私はね、やっぱりこう、育て方が大きいのかなと思うんで、子供が育たないことってのは、育てた人間にもやっぱり一定の覚悟がいったんじゃないかなっていうふうに、今やりながらね、一年経って思うんですけども、 去年やったことが実を結んでないなーっていうのがたくさんあって、どうすればよかったんだろうかっていうね。まあ後悔と反省を持ってしまったりとかね。まあ未来に対しての理想はあるんですけども、そうならないかもなーとかっていう覚悟もあるんですよね。この辺どうなんですかね。なんか結果的に思ったように育てて、育ってしまった子供に対しては、いや自分が育てましたって誇ることは十分いいと思いますけども、逆にね、 なんか、思い通りにならなかった子供に対して、責任や恥を感じてしまうお父さんお母さんが同時に生まれちゃうのかなと思ったら、そんなもんじゃないのかなと。育て方もあるけど、育ち方もあるのかなと。もう今から考えるのはちょっと早いかもしれませんけども。まあでも、客観的に見たら私なんて子育てが終わってるはずの年齢ですからね。それが今更やってるわけですからね。頭痛いですよ。<laughs> えっと、あやさちゃん。新作アニメは男女平等に出さないと、 ツイフミがうるさいのでは。<laughs> なんかね、その黒人が出てくるあのアニメってのあるんですけども、なかなか黒人が主人公にならないですよね。だからね、不思議の海のナディアっていう NHK でやってたあのアニメっていうのは、ナディアっていう黒人のおそらくインド人の女の子が主人公なんですよ。まあ異星人っていう設定でしたけどもね。で、フランス人のジャンっていうのが男の子がまあナディアっていうね、 ヒロインにずっと恋心を抱いていてて、で、2人ででで、ドタドタやっっってていくっていうストーリーリだったんですけどねで。ガンダムに出てくるララーっていうキャラクターがいるんですけども、あ途中で死んじゃいますからね。だから結局は、日本人が作るアニメは日本人が主人公になるだろうし、ハリウッドの映画ってのは最後はアメリカ人が核兵器によって世界を救って終わるんですよね、きっとね。<laughs> えっと、あいさちゃん、父親がいない分甘やかしてしまいました。それが悪かったです。うん、ああ、そういうところがあるんだ。えっ、ー、と、私のね、奥さんもお父さんいないんですようん。だからね、まあなんかね、奥さんとしては私のことが父親みたいなところにもなってるのかなと。ちょっとあまり関係ないですけど、すいません。<laughs> え、清美さん、子育てに正しい尺度なんかないと思うだって、一人一人みんな違って、それでよしだと思います。 まあそう言われれば救われるんですけども、でも子供の立場からしたら、やっぱり親に不満はあるでしょうね。まあ親に感謝もあると思いますけどもね。だから親から見ると、なんかね、その完璧論とかになってきて、完璧な人はいないっていうことになっちゃって、でも子供としては完璧に育えられないのかよ、この野郎とか。なんないですかね。まあそうならないように育って,ていかないといけないかもしれませんけどね <laughs>。 本当に悩ましいですね。別の人格、別の思考が自分の手によってデザインされるわけですからね。まあでもね、知らないところで育っちゃうっていうのも怖いですからね。他人が育てた我が子みたいになっちゃうんですよね。学校に入れたりとか、地域社会に影響を受けたら。他人が育てた我が子ってなんか、なんか妙な感じしません。自分で育ててるはずなのに、他人が育ててるっていうね。学校やアニメや、 その友達や地域社会の影響を受けて、まあ親よりもそっちの方に信心が向いてしまったとかね。まあそうなるのかもしれないですよ、結局。なんかどっかにね、でも、まあ私だけかもしれませんけども、これをやってお父さんお母さんが喜ぶかな、お父さんお母さんが悲しまないかなっていう判断基準は未だにありますね。親に対して誇りたいとか、親に対して恥をかかしちゃいけないっていう気持ちはありますね。 それはもしかしたら吸い込まれた昭和魂かもしれませんけどもそれは大いに吸い込まれてよかったと思います。だから結婚した奥さんのお父さんお母さんねにもギリ立てしてるんですよ。これよくね奥さんにも話すんですけどあの俺んとこ来,来てくれてよかったでしょっていうふうにいつも言,なんか言いたいなというところでね挑戦してますね。 ああ自分のことを語ってすいません。今日 YouTube のテーマで話すはずだったんですけど、すっかり時間が過ぎちゃいましたね。<laughs> えっと、あやさちゃん、ナディアは裸のシーンがたまにあって、またついふみがうるさいのではあの、ナディアっていつもビキニみたいな格好ですよね。うるせえ奴らみたいな感じって私は思ってるんですけども。確かにエッチなシーンはありましたけども、何なんですかねうん。ついふみ、うん。ちょっとね、なんかその、性的なエロチシズムと、 ポロリみたいなお笑い腐ったギャグで使ってるちょっと性的なシーンとちょっと分けてほしいなというところがあったりとか、あとね、また同じ話になりますけども、女子ぶっかけうどんでエッチなことを想像する、その人の人格に問題があるんじゃないかなと思いますけども、私はぶっかけでね、エッチなことを想像しますけど、確かに。でも、あのキャッチコピー責められるとおかしくないですかん女子ぶっかけとか言ってね、何なんだよと思いますね。男子。 お稲荷とかねそれはね変態仮面を想像するだけでお笑いで終わりじゃないですか深刻にこの表現には問題があるとかいう人がいるんですかね <laughs> お真面目は病気だぞと思いますはいノックさん週末のハーレムというアニメでは男性だけが病に倒れる病気が入り世界に5人しか残らない話その5人は冷凍保存できて生き延びた男性政府筋はといっても全員女性が人類滅亡を防ぐためメイキングを <laughs> ほっとほっぶっ飛んな話。あのね、昔ね、発売禁止になった、あの、パソコンのゲームなんですけども、ドラゴンシティっていうのがあったんですよ。そのドラゴンシティっていうのは、ある異世界から、助けてくださいって言って、現代社会に、主人公たる男性に、あの、救いを求める話なんですよね。で、そういうゲームなんで、自分が主人公で、その異世界に行くんですけど、その異世界では、男性が滅亡してしまったんですよ。女性しかいなくって、このままだと、 世界が滅んでしまうから、主人公たる自分は、あらゆる女の子と、まあそういった性交費をして、子供を作ってくださいみたいなミッションが与えられて、いわゆるセックスしまくりっていう、ね、ゲームなんですよね。<laughs> めちゃくちゃだろうって、それは発っになるわと思ったんですけど、もうあの、MSDOS の時代です。もうめちゃくちゃでしたね、そう考えてきたら。まあでもね、まあこんなバカな世界があるのかっていうふうなギャグみたいな感じで楽しめたりとかするんですよね。 アイザーちゃん、私未だに母の日プレゼントもらったことがありません。寂しい、うん。ああ。そうなんだ。そういえばこの前ね、父の日にね、スクールで、なんかお父さんの似顔絵を描いたものもらいました、僕、うん。なんかね、どう考えても職員さんが作ってるんですよ。<laughs> それを職員さんが、ヤマト君が作りましたって渡してくれてて、ヤマト君ありがとうってやるんですよね。<laughs> 本人ポカーとしますよね。<laughs> まあけどね、なんか、 うん、なんかその作った空間に大和くんがいて、わけわかんないけど職員さんが大和くん一緒に作ろうねっていう図を想像するとね、うん、なんか勝手にね、感動しましたね。なんかそういうふうに。<laughs> はい、松さんのところに移ります。あ、やってるんですね。はい、えー、じゃあ松潤さんの方にご移動お願いします。お釜は釜玉です。あ、なるほどね。 ね。でもなんかこれって私は思うんですけどね綾沢ちゃん。たまたまとおかまっていうのをかけてあのキャッチコピーがあったのちょっと私も気づくの遅れたんですけどもそのおかっていう人は現実に昔からいるわけじゃないですか。私はおかマバーもね何回も行って友人もいるんですけどもオカマを恥じてないんですよ。でむしろオカマちゃんっていうのはついに自分たちのオカマっていう世界が有名な広告に出たのでやったーみたいに捉えられてる方からすると いやこの表現どうなんですかねっていう方は余計なお世話ですよね。なんでダメなのみたいな。オカマは差別用語なの私の存在は何なのって言うからね。怒りやすいかもしれないですね。マスコ・デラックスさんをはじめとして、うん。まあ、オカマにね、気持ち悪さを感じる人がいるっていうのはあるんですよ。価値観様々ですから。本望が嫌とかね。そういうのはあると思うんですよ。でも、そう思わない人もいて、多様化を認めないといけないときに、なんかね、 多様化を認める社会になりましょうとかね、ジェンダーフリーだとか言って、逆に窮屈になってませんかこれはダメ、あれはダメっていうのがジェンダーフリーなんですかね。こうしなきゃダメ、ああしなきゃダメ、こういう表現はダメっていうのが多様性を認めてるのかなと思っちゃうんですよね。なんともおかしな話だと思いますけども。まあ気にする人がいるのはしょうがないかな。まあでもね、キャッチコピー一つ、どっかの取締役が、何牛丼漬けに 右も左も女の子って言っただけでね、なんかそんな大事件になってしまうなんてなんとも平和の世の中ですよ。空襲警報もないし、爆弾も降ってこない中でね、何に対して私たちは争いを感じてるんでしょうか。ということで、YouTube の話はほとんどできませんでしたけども、今日も皆さんのおかげでね、えー、コメントを通じてとっても素敵な一時間が過ごせたと思います。ありがとうございます。 本日は以上でございますんで、あとはちょっとだけロスタイムも置きますので、ちょっとコメント書き途中の方は書いていただいて、2、3分したら終わっていこうかと思います。よろしかったらね、松潤さんの方にまたチャンネルを移動していただければ、松潤さんも喜ぶかと思います。FX はね、3つぐらいのパターンが今考えられますよ。十五、今日も25日ですか早いですね。 今年ももうね、半分というか、3分の1ぐらいが過ぎて、私は大体正月の三元日が終わったときに、あ、今年も終わったなって感じるぐらいのスピード感なんですけども、うんまあ、本当早いですね。この3ヶ月、4ヶ月何ができたでしょうかって振り返ったら、どうでしょうかね。お金これだけ稼げましたとかね、たくさんのことが見えるようになりましたとか、もしくは、 たくさんの挑戦に失敗しました。いろんなものを失いました。ドラマがいろいろあるのかなと思いますけども。キャラメル食べよう。喉が痛いですからね。では、いってらっしゃい。